アネーチュム島はバヌアツの島、タフェア州に属する。島の中心地は南岸にあるアネルゴハット村である。面積は159.2平方キロメートル。火山島であり、島の最高峰は852メートルのインロ、アタメーエン山である。島はサンゴ礁に囲まれている。空港はアネーチュム島にはないが、すぐ南のイニグ島にあり、 首都ポートビラと丹ナ島へ週2回のフライトがある。アネーチュム島は、ニューカレドニアが実効支配して継走中のマシューハンター諸島を除き、バヌアツサイ南端の島である。アネーチュム島の続島であるイニグ島のネッチェン、ネグニーイング岬が、バヌアツサイ南端である。島の人口はおおよそ1250人であるが、1793年に、 ヨーロッパ人がこの島に上陸するまでは、最大で1万2000人がこの島に住んでいたと考えられている。その後、ヨーロッパ人の持ち込んだ病気と奴隷売買によって人口は激減し、1930年には島の人口は200人を割っていた。島民は、オーストロネシア語族マレーポリネシア語派、太陽州諸語南バヌアツ初語のアネーチュム語を話す。ありがとうございます。